皆さんおはようございます、ナオミライフのナオミです。いつもご覧いただきましてありがとうございます、今日は、2020年、2月23日です。日曜日の朝になります。昨日からの小旅行2日目になります。昨日と違って、今日は晴天に恵まれて後ろの富士山も綺麗に見えると思います。いかがでしょうか。今日はこれから、三島や、西伊豆の方に行って、体験をいろいろしてみたいと思います。それでは2日目朝富士川サービスエリアからスタートいたします。レッツゴー。え、何それ怖い。じゃあ入りましょう。うん、私はね、ここでこう片手で両手で持てば、両手で持たないとダメだよ、ここだから。輪っか持っちゃダメだっつって、紐持たなきゃ。そう、行きは紐。で、帰りはさつ、帰りはちょっとね、この無理だからね。カメラはこのダウンの中に入れちゃった方がいい。オッケーです。はい、今度はいいですか、自分の足を叩いて。はい、両腕で。両腕で叩き込んでください。ありがとうございます。
かんないうちに終わっちゃったら助けてもらわなきゃ来れなかった。いかがでしたでしょうか。今日は、三島の大吊橋、スカイウォークを歩いて、ロングジップスライドというのに乗ってみました。とても楽しかったですが、この楽しさが動画として伝わるかどうか分かりませんが、とても楽しかったです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからまた別のところに向かいたいと思います。その動画は次の動画でご紹介したいと思います。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。